天神ビッグバンに伴うビルの建て替えで不足するランチスポットを補おうと、福岡市がオープンキッチンプロジェクトを始動させましたで、店、屋台じゃないですけれども、あのこうしたものがあると、あのとても活気にもなりますしね、あのまた街にこういい匂いがお昼、漂ってくるっていうのもあの楽しいですしね。 オープンンキッチンプロジェクトは市の地域まちづくり推進要項を見直し市内の公開空地にキッチンカーやオープンカフェなどの出店がしやすくなるよう規制緩和を図るものです第1弾として天神ツインビルや福岡銀行本店ビル福岡大名ガーデンシティなどの公開空地が選ばれ特に天神ツインビル前では今日から日替わりでキッチンカー7台が出店しおいしそうなにおいを漂わせています また、高島市長は昨日新型コロナ感染症が2類から5類に移行したことを受け体調に合わせてしっかり自己管理しリスクコントロールをしていただきたいと話しました。